ベネット・ミラーはアメリカ合衆国の映画監督。1966年12月30日、ニューヨークでユダヤ系アメリカ人として生まれた。1998年、ドキュメンタリー映画ザ・クルーズで映画監督としてデビューした。2005年、高校からの友人であるダン・フッターマンが脚本を執筆し、同じく友人のフィリップ・シー・モア・ホフマンがトルーマン・カポーテを演じた。 電気映画、カポーティを発表。批評家から高く評価され、アカデミー監督賞にノミネートされた。2011年、ブラッド・ピットを主演に起用し、マイケル・ルイスの小説、マネー・ボール奇跡のチームを作った男を映画化した、マネー・ボールを発表。工業的な成功を収めた。2014年、フォックス・キャッチャーが第67回カンヌ国際映画祭の コンペティション部門に出品され、監督賞を受賞した。テレビコマーシャルやミュージックビデオも手掛けている。兄弟にファッションモデルのアンミカの夫で、制作会社エンパイアエンターテインメントのセオドール・ミラーと同社のニューヨーク本社代表を務める、起業家の JB ・ミラーがいる。ありがとうございます。